はい、どうも皆さんお疲れ様です。ターポンです。ターポン実況するニオ2修羅のイメージ編、今回は第52回目、今回はメインミッションの黄金の城やっていきたいなと思います。いよいよねメインミッションの方も、だいぶ少なくなってきましたので、今回はこちらですね、お坂部姫編を倒すこのミッションやっていきましょう。中盤がねここボスが結構連続してくるので、そのあたりはちょっとね、非常に楽しみなところではあります。まあ選ぶ選択肢によってね、ボスをどう倒すかっていうのもできるので、一番わかりやすいのは八つの神、延々ら、カシャルートが多分一番シンプルで戦いやすいかなっていう感じですけど、まあいかんせんただ3周目なので、まあ、まあ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 大変だと思いますけど、この辺りのあやかしを買ってから行くわ、先行って。そう、だいぶムンミョさんもお怒りですかね。で序盤はここはねだいぶ人が多いので、まあ人を倒しつつ、やっていく感じですかね。あんな感じでね、カモンボーイ。えい、よいしょ、人だったら負けないぞ。で今んとこ状態はこんな感じ。体力は一応99まで上げて、今ねブブーの方を上げてます。でなぎなた釜使っていくんですけど、一応、カスタムでちょっとこうなんて言ってるのかな、改造をして武器をちょっとこうね体力数値の反映を大きくしてるので、だいぶ火力はね安心してきたかなって思ってたね。よいしょ。ただねボスによっては大立ちに切り替えたりとか槍に切り替えたりとかするかもしれませんけども、まあねとにかくここは怖いからね慎重に行こう。まずはショートカットを開通するとこまでは一生懸命やるぞ。えいえい、おお、痛い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 、なんで人が割り込んでくるんだい。いやーマジで危ない。よし、マジで3周目は本当に危ない。ワンちゃん本当に、あぶね、おうおう、危ない。よし、水属性は、あ、痛い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 、何回もやられっかもね、まさに。早くしまおう。 OK、 出た、こう行って、あー、やばい、あー、やだ、ロクロク首だ、危ねー、ロクロク首も1はね、強かったけど、2になってからはそこまでじゃない、大丈夫、まだ対処できる、問題はここだな。いってて、やべ、使っちゃった、思わず。オッケー、よし、とりあえず気が多い。あやん、バカ、危な、さよなら。ショートカットあげたいんだよね、まずね。
ほどね。ショートカットかな、これで。よし、オッケー。ぐるっと、あ、まあ、ショートカットっていうか、真ん中のルートをわざわざ行く必要もないんじゃないんだよね。さあ、まずは、1体目のボスは、延々らですね。延々らだったっけ、ここ。一発目ね。確かね。延々らですか。嫌ですね。あの強さのまま出てこられるとちょっときついけど、まあでも、そんな甘かねえと思うから、頑張ろう。頑張りまーす。じゃあ行きましょう。延々らだよ。延々ら。行くぜ。いきなり開幕からこれかい。やってくれんな。さあ、3周目のボスたちなんでね。はい、あぶね。天元台は比較的カウンターを取りに行くボスだから、ちょっと普通のこういうパターンも厄介って厄介だ。よし、やったやったやった、危ない。ああ、だや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 だよ、痛い。おう、これちょっと待って、あー当たるか、いい厄介です。回復します。いやー、爆ね、キャッチがあれかもしれないね、確実にね、確実に。あぶね、回復。はい、オーケー、イエス、半分まで削ったぞ。やだね。おお、もう一発つけるか。よし、終わった。はい。はい。で、カウンター取り。終わりだ。よっしゃー、いきました。よし、まずは突破で、こっちか。 OKOK、 まずは延々ら突破ですね。確か、あつの神のルートと、あと、ゴズメズルートが確かあったはずだから、あつの神ルートでまっすぐ行きたいっちゃ行きたいか。一人いるんだよな。あれは普通の人だね。じゃあ DDT かますか。
DDT。 おいやばい、エビゾーン、すーごいホーミングしてくるじゃん。あ、欲張んない方がいい。これは欲張んない方がいいですね。そんなに走るからだよ。あー死ぬかと思ったぜ。よいしょ、これで、こっちは。よし。床闇があったね。なんかいるな。これ違う、宝箱。あーでも倒そう。な、うん、なんでもいいや、多分大丈夫だろう。うぶめ様、本体になってくると、うぶめはもうレギュラー陣だな。削りが大変ですよ。危ねえ。おい、オッケー、美味しいです。だから僕開けよう。そんなにいいものは、あんま大きな綺麗ですよ。よし、オッケー。こっちは探索したので、ここに何回に。DDT！ よし、オッケー。で、常闇ゾーン。ここは常闇でーす。まずは倒します。意外とでかいガキ苦手な人いるんじゃないかな。意外と舐めてかかるとこのでかいのにやられてたりとかするからね。まあ慎重に。あー、ここは、あれ破壊するとここは大丈夫だよ。ここへ立ち入れるのは天井の楽しみだな。ファイナル。なんかおさかべ姫って、まあ、姫っていう感じがついてるぐらいですから、なんか化けてくるときは、女性だったらしいんだよね。ただ、蓋を開けてみたらびっくりあやかしだったっていう戦法よ。よし、OK。拝む。さあ、ボスラッシュが続くからね。まあ八の神とかだったらそんなに苦戦はしないだろうけどっていう予想ですけどね。こっからね、鬼がたくさん、やばい。修羅の夢で一番やっぱりシンプルに嫌なのは鬼かな。ちょっと
生ハゲとかいろいろいるけど、シンプルに攻撃力が高い。やばい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 、鎖鎌だ。いやどうしよっかな、俺を破壊したいぞ。気力がね、痛い。うわー持ってかれたー、うそー、マジで。やられた。やばいっすやばいっすやばいっす。これちょっと一体ずつやんないと。ヘッドショット、やばい。いやーほんとやだね、高いね。危ね、あれ食らってたら死んでるな多分。回収して、ちょっと倒そう。これ破壊する、なんか破壊して倒すよりかは倒した方がいいわ。バカ野郎だろこれ。大阪姫様頼みます。マイルズで、ちょっと待て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 、生ハゲもいる。これまずいね、生ハゲじゃない66尾か。これはこれも破壊しに行った方がいいかな。やばー、やべえな、ここな。ここやべえわ。このゾーンやばいね。いや、マジか。一難のあれだな。一難付きの、あいつまで出てくると、ちょっとえぐいね。ちょっとえぐいぞ。しかも、毎回あれ倒さなくちゃいけないからね。ちょっと武器チェーン、あ、ほんとやだわ。で、回復して、回復しの上使いの、回収して一体呼ぼう。回収して、あれ倒して、こいつ呼んで、よし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 、で下がる。カモンボーイ、一体もう一体2体だったらいけるかな。危ねえ。さあ防御力上げてますよ。まあ防御力上げてもね、多分そんなに。危ねえ。言いたいよ、言いたいよ、もう。ええー、うぐい、やばいやばいやばい、あ、やばいやばい。コンボじゃん、コンボだぜ。まあまあまあ、ちょっと待て、回収はすぐできる。ポジションで死んだから回収して、やばいな、どうしようかな。まあ一体ずつ呼ぶのがいいんだろうけど、一体ずつ呼ぼう。
体ずつ呼んで、これ使って。いや、ほんとやだよ、マジで。何あれって感じだもんね。そら参るわ。よし、来い。ここまで下がろう。やばない。えぐすぎだね。回復して。こいつ先倒せればだいぶ楽なんだよな。回復して。大阪弁姫さん出しましょうか。ああ、もう使う。もう突破しちゃいます。よし、ボスまで取っとくつもりだったかしょうがねえ。よし、やっとだよ。もう勘弁してくれ。ふざけやがって、うるさねえかな。で、これどっち、これは開かないね。これやる必要ないね。よし、いやーマジで痛かったぞ。あ、で、ここにこう繋がるのか。よし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 。で、真ん中のあれを壊さなくちゃいけないから。とりあえず、マップをちょっと。うぅ！うぅ！びっくり！おわ、痛い！ああ、心折れそうだよ。おわ、当たるか。さあ、問題はあれをどう回避するかだ。行くぜ。やつのだな。よし、うわ、抜けちゃおう。よし、行くぞ。いって、やつの神はね、痛い、痛すぎる。痛い。危ない、ええで、ええだい、痛いっすね。見て、
ちょっとやばい。あいや、こっち使う。使うぜ。痛いね。やばい。あ、痛い。あぶね。あ、もうねえよ。おいって。よし。使って。結構ギリギリの戦いしてるよ。痛い。やれやれ。よし。いやー、えぐいね。えぐい。普通にえぐいよ。しんどいです。これでこういうのに落面するんでしょ、どうせ。なんでこんなとこに一覧持ってるさ、カキがいるんだよ。おかしいだろうよ。回復ねえんだよな。後ろに帰りたいよ。はい、拝みたい。オープン。よし、拝みます。よし、とりあえず、手前まで持ってけるかな？多分持ってけ、この後ね、多分貨車船が待ってるんで、そこまでは行きたいかな。やばい。おう。いやー、回復幅がえぐいない。嘘だと言ってくれ。あのまま抜けちゃう？カシャンとこ。ありだよね。この霊石のとこってさ、いやでも霊石壊しないな。やばい。やばいね、これ。やーばいっす。倒して。危ね。この後、貨車でしょ？オッケー。これ、どうやって行くんだったっけ、これ。回るんじゃなかったっけな、どっかから。あぶね。これどうやって行くんだ、忘れちゃったな。
なんか行けるルートがあったはずなんだけど、完全に忘れたな。まあ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 いい、まあいい、まあいい。あれ、これどこから行くんだっけな。上行って戻ってくんじゃなかったっけな。確かね、俺の記憶が正しければ。じゃあ貨車船行きますか。じゃあ貨車はちょっと嫌だね。まあ、ちょっと今んとこボス戦は一発で行ってるんで、一発で行きたいですね。行くぜ。さあ貨車さんは強いぞ。なぎなた亀で行けるから分かんねえけど、これ回復されるんだよね。危ない危ない、もうちょい終わりです。 OK、 よし OK、 よし順調。と言いたいところなんですが、言いたいところなんですがですね、ここの先ね、確か俺の記憶だとショートカットのはずなんだよね。ただ、正面の床闇を突破すれば、ここにね、あそこにね、確か、社があったはずなので、これね、これ破壊しちゃう。
よっしゃ。よしよしよし。そうか、お主が太后様の。待っておるぞ。さあ、お坂部姫戦ですね。ということで、一回戻りまして、拝んでから、行きましょう。一発でいけるかな。ちょっと録画時間的にはね、もう35分なんですけど、このまま行っちゃおうかな、どうしようかなっていう感じですね。そんなにでも時間かかるボスじゃないじゃないから、ちょっとこのまま行ってみましょうかね。行けるかどうかわからんが、行けばわかるぜ。行ってみよう。いやー、本当に強いから。順番だからね、基本的にはね。いてててて。よし。いてててえー、ででで、熱い。これはもうガードしちゃった方がいいかもしれない。よし、オッケー。で、向こう次は。もう四角から飛んでくるやつはちょっともうどうしようもないんで、で OK、 うん、OK、 危ない。はい、してほんとやだこいつ。よしよしよし。OK。 さあ、ここでどんだけこれを叩けるか。ブサイクとかっていう意味なんですね。いやー、マジでやばい。この状態以上はえぐい。よし、オッケー。タイミングさえ覚えればこっちのもんよ。よし、ほら、お前じゃ戦い方の形式がね。よしよしよし、だんだん覚えてきた。だんだん覚えてきたけど痛い。
一気に行くぜ。終わりだ。うれ、よし、うわー、やったー、達成ー、やったぜー。あー、ムミオさん、それが平等院で見たあやかしを滅ぼす刀、その刀があればきっと。さあ、藤吉郎を追いましょう。よし、はい、いやー、なんとかね、倒せましたね、一発でね、大阪美姫。いや、強かったわ、強いんだよ、大阪美姫、本当に。はい、というわけで、皆さんご視聴いただきまして、ありがとうございました。次回はいよいよ、第五の花見ですね、まあ、藤吉郎並びに、家臣小路。あと、ここから残照編ですね。メインミッション2つ、一気に大竹丸までね、次回行けると思いますんで、ちょっとね、次回まで、またね、レベルは340まで行ってるんですけど、また350ぐらいまで上げてですね、いよいよ、夢路編から牛若戦記へ、行こうかなと思っておりますので、楽しみにしておいてください。というわけで皆さん、ご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。